私にとって海とは台所ですかね。生命、もともと生命が生まれた海、そこでまあ取れる魚介類がそのまま口にできる、自然がすべて美味しい。広島県東広島市秋津で牡蠣養殖を営む森尾さん。秋津の海はすごく綺麗です。そしてあの遠浅により太陽の光がそこまで届き、そこで牡蠣の餌がたくさん増えて、とても美味しい牡蠣ができます。穏やかな瀬戸内海で綺麗な海と豊富な餌によって育つ秋津の牡蠣。そんな牡蠣にとって恵まれた条件が揃うこの海ですが、気になることも起き始めているんです。まあ、年々環境の変化がじわじわと目に見えてきてる感じがします。まあ、以前はいなかった生物がいたりとかで、あと水温の変化ですかね。水温が上がることにより、まあ、魚が活発化して、まあ、牡蠣自体を今度食べたりとかするので、まあ、かなりの被害を受けますね。まあ、環境が変わることはまあ止められないので、まあ、自分にできることはまあ海を汚さない。で、それによってまあ維持できる部分は維持していきたいと思います。身が締まり、美味しさと栄養もたっぷり詰まった秋津の牡蠣はまさに海の恵み。そしてその恵みを私たちにもたらしてくれるのは海そのものの力なんです。一人一人が環境について少しでも意識し考えていくことが海の恵みを守ることにつながるんです。そうですね、美味しい牡蠣をまあ作って、まあ、皆さんに食べていただいて、その牡蠣を多くの人に楽しんでいただけたらと思います。ここ広島県秋津は牡蠣にとって最高の条件が整った海です。この海の環境を守り、海の恵みである牡蠣を楽しんでもらうことで、秋津の海の魅力を多くの人に知ってもらえたらと思います。